こんにちは。エルチチャンネルがお送りする、ステートオブディケイ2を続けていきます。運転は任せてー。あ。大丈夫、大丈夫。拠点の消火栓が車で壊れてしまった。後で誰かが直してくれるかな。スクリーマーだ。え、どこどこ？左側に集団がいるぞ。だが、私たちの目的地はもっと先だ。こっちにプレイブハートが2個もあるんだよね。うむ、そこの小さな家の中と、農場の倉庫のような場所にな。実践。あわわ、すごい数の赤いゾンビさん。このまま降りるよりも車で引いちゃうよ。車にくっつかれないよう、スピードを上げないと。任せてって、もうほとんど引き終わったかな？そうみたいだ。騒ぎを聞きつけて集まってくる前に、急いでプレイブハートを壊そうぜ。私の RTX フォードブレーカーが光るかな？財前名さんも、私も RTX で揃えた。三人でプレイブハートに集中砲火していくぞ。ちょっと待って、あそこに一体来てるから倒すよ。うお、家の中にも赤いゾンビがたくさんいるぞ。赤いお豆がいっぱい。でも、今日は獲物持ってきたもんね。もうすぐ壊せそうだぜ。手榴弾投げるよー。おーおーおー、威力だわ。すごいな。フェラルの声だ。どこから来るんだ？玄関のドアを閉めておこう。窓から入ってきたみたい。来たよ。てや。倒れない。ふぬぬ、本当にタフなゾンビさんだぜ。ふぅ、フェラルは頭を打たないと倒せない気がする。厄介だねー。おや、ドリリング、パターン1911ってアサルトピストルが入ってた。フルオート改造された銃のようだな。プレイブハートの中には疫病サンプルや、武器とか色々入ってるから助かるわ。私は、それだけの武器を所持していたものが、プレイブハートに取り込まれたのかもしれない、と思うと恐ろしいがな。それは憶測だし。あまり怖いこと言わないで。すまんすまん。さあ、隣のもう一つも壊そうぜ。フローターがいたわ。おっと、破裂した音を聞いて他の赤いゾンビさんが集まってる。あの数は先に倒しておいた方が良さそうだぜ。バレないよー、しゃがみながら走り寄って。手榴弾をプレゼントしてくるー。狭い部屋だと使えないが、先ほどのプレイブハートにはいい判断だったぜ。もうすぐだ。うまく当てられるかな？爆発するぞー。あら、手前すぎちゃった。思ったよりも遠くに投げられないんだよな。代わりに火炎瓶を差し上げました。困ったことになってきた。騒ぎで少しゾンビが集まってきてるが。財前名さん、いい動きね。ふむ、問題はなさそうか。空気が生ぬるくてベタベタした感じがする。気持ち悪いね。プレイブハートの出す赤い霧のせいだろう。この辺の赤いゾンビに気をつけながら壊していくぞ。了解、二人とも準備は大丈夫かな？おう、さっきのように素早く壊すぜ。まだ何かが動いてる。おっと、そんなところにプレイブハートが隠れていたのか。外からも赤いゾンビが集まってきてる。霊夢はプレイブハートを頼む。了解、手榴弾を投げるから離れていてね。それから、火炎瓶も投げるよ。時間をかけすぎるなよ。む、このくらいじゃ全然壊れないみたい。やはり銃で蜂の巣が一番だぜ。そうだね、バーストに切り替えて撃つよ。よしよし、一件落着のようだぜ。うわ、またフェラルが来てる。またか。プレイブハートを壊すと音が大きいから、近くにいるフェラルが来るのかな。ふぅ、私はそいつが嫌いなんだぜ。とにかく、なんとか2個も連続でプレイブハートを壊せたね。銃を変えたおかげで、余裕のある戦闘ができてる。プレイブハートの中にも、あった、新しい銃。レーダーズ、AR-15、アサルトライフルだ。私が思うに、連射性の高い武器は今後重要な気がするんだぜ。たくさんのゾンビさんを相手にできるし、プレイブハートもダダダーって撃てるものね。うむうむ。資材も手に入ったし、一度拠点に戻るか。そうだね。誰か聞こえてる？手助けしてほしい？あら、見知らぬ人から無線が入ったね。場所は、この近くのようだぞ。騒ぎが聞こえていたのかな？ねえ、こっちよ。おっとっと、ここはゾンビさんの群れがいたんだった。赤いゾンビはいない？霊夢はそこの小屋に向かってくれ。そこ？ああ、あの小さな小屋ね。やっと誰かと会えたわ。こんにちは、無線を受けました。私はアリシア、グループからはぐれてしまったの。丘のふもとの家で合流できるはずだから、行くのについてきてもらえない？アリシアさん。もちろん、いいよね。おう、問題ないぜ。よかったわ。ちょっと弾の数が心もとないけど、送り届けるだけだから大丈夫かな。
拠点に戻ってもあまり銃弾が残っていないしな。困ったね、なんとかしてもっと弾を集めないと。うむ、そうなんだよな。おや、目的地はここからたった200メートルの距離なのか。あら、近い。で、丘の麓の家って、あの家のこと？ここがそうなのかな？ここは、私たちがプレイブハートを壊したところだぜ。ああ、なんてこと。ゾンビは間違った場所を選んではびこっている。一人残らず倒してやるわ。では、全部倒すよ。またこれほどの数のゾンビが集まっていたのか。数は多いけど、プレイブハートを壊した後だから赤いゾンビさんは少ないよ。ふむ、スクリーマーもいるぞ。銃の弾があともう少しでなくなっちゃう。まだゾンビはいるか？クローターがいたけど。アリシアさんが泣いてる。何かを蹴りつけたい。心を強く持ってください。この状況ではアリシアさんの仲間はもうやるせないな。私はただ彼らがいなくなったなんて信じられない。もうここにいるのは耐えられないわ。でも連れてきてくれてありがとう。お悔やみを申し上げます。きっと前に進む道が見つかると思いますから。残念な結果になったが、私たちは生きている。生きている限り、前に進み続けなければいけない。そうだね。皆さん、取引の時間です。うちに来て取引しましょう。あら、いいね。荷物を置いたら行ってみるか。それにしても、霊夢が話している間、すごい数のブローターが来てたな。いきなり走り寄ってきて、危うく私にぶつかるところだったぜ。ブローターって走ってくるんだ？ああ、しかも一定の距離まで来ると爆発したんだぜ。赤い霧を吸うと感染するし、怖いね。泥棒に入られた、泥棒を止めろ。え、泥棒？二度とこんなことさせない、そうだろ？むむむ。私たちの拠点に泥棒か。この件についてはフィリップスさんがとても怒っているようだ。この泥棒を私が追い詰めたい。フィリップスさん、わかりました。体を借りますね。こんな世の中だからな、相手にも事情があるのかもしれないが。ゾンビだけでも手一杯なのに、今の私たちに他人を心配する余裕があるのか？まずは、ウィリスさんと話して泥棒が何を盗んだか聞いてみよう。ライゼンメイさんは休んでいてください。生きて帰ってきてね、いい？うん、行ってきますね。休んでいる間に事件が解決するのを見守ってるわ。こんな事件は初めてなんだぜ。ウィリスさん、泥棒について教えてください。犯人は食べ物を盗み、エスプレッソスタンドのある方へ走って行った。むむ、食べ物を盗んだのね。人に奪われたらキリがない。泥棒は私が処理する。くだらないことをするな。そうだぞ、霊夢。まだ食料はあるし、そこまで怒る必要はないんじゃないか？ウィリスさんも手を貸してください。ああ、君に続くよ、アミーゴ。武器は、クロスボウガンも装備しているからこのまま出発できるわ。二人とも、食料を盗まれるのは大きな問題なんだよ。絶対に許さないんだから。食べ物の恨みが強くなってしまうのはわかるが、落ち着くんだ。私たちだって、探索で誰かの資材を持ってきている。でも、拠点に入ってきて盗むだなんて。その怒りはごもっともだが、誰も怪我はないし盗んだのはほんの少しだろ。むう。食料を返してくれれば許してもいいけど。暴力は必要ないわ、話し合いましょう。泥棒さんを見つけた。ゾンビは任せて、霊夢は豪華冷静に話し合ってくれ。わかったよ。この人で間違いないね。食べ物を少ししか取っていないわ、お腹が空いていたの。盗んだものを返せば、ここから出て行かせてあげる。返すから暴力は必要ないわ。事件を解決できたね、もう迷惑はかけてこないと思う。ふう、一件落着だ。マリサもイリスさんも、落ち着かせてくれてありがとう。怒ったまま会ってたら、お互い銃撃戦になっていたかも。このエスプレッソスタンドで、豆の香りを楽しみながら一杯飲んでいきたいところだぜ。エナジードリンクしかなかったわ。一応、この場所を伝承基地に指定すれば、エスプレッソを作れるようになり、士気も上がるようだぜ。私は普通のコーヒーがいいな。エスプレッソはちょっとしかない。少量じゃ満足しない、霊夢だものな。美味しいものはいっぱい飲みたい。さて、このままトレーダーさんのところへ行ってから帰ろうか。マリサ、前。クローターを引いた、みんな外に出ろ。キャー、ゲホゲホ。いたた。か、感染してしまったぜ。二人とも、大丈夫？感染は中程度だし平気だが。すまない、私の不注意だ。無事なら大丈夫、後で医務室でお休みしよう。あっちにもブローターがいたぜ。ブローターにぶつかると、車ごとあの赤い霧に包まれてしまうのか。車から飛び出なかったら、もっと煙を吸って感染が悪化していただろうね。
おっと、ゾンビが拠点に向かっているらしい。拠点のみんなでも手に負えないことはないが、一度戻らないとな。あらら、取引はその後にする？いや、まだ襲撃まで時間はあるようだし、取引してからでも間に合うだろう。それに、トレーダーもここのすぐそばにいるようだぜ。いい武器か、銃弾を撃っていたら嬉しいな。何にしろ貴重な取引相手だ、見逃せないんだぜ。こんにちは。明るいトレーダーさんの声だ。弾薬が不足しているなら、私に相談してください。おお、弾薬とか銃を撃っているわ。とても高いが。しかし、どれも良さげな物資だぜ。何これ、見たことのない銃があるよ。ランチャーか、すごいな。その弾と、ライフルとかもあるけど、お高いですね。しかし、ここは影響力を使って買うべきだと思うぞ。このアンチマテリアルライフルのモデル9950って、威力がすごくない？有効射程と音も凄まじいな。相談数の少ないランチャーより優秀じゃん。そこの、装甲無痛も悪くなさそうだが。本当だ、これもすごいね。あ、買っちゃった。残りは私が買ってもいいか？後で貸してくれる？もちろん。おお、まだ売り物があったみたい。弾薬の資材があるから買っておくね。なぬ、見てみろ、プレスを売ってるぞ。何これ？そのプレスのモッドをワークショップに取り付ければ、弾薬を作れるんだ。なんですって？買え、タイマイはたいてでも買っておくんだ。これでやっと弾が作れるようになるのね。おう、ショットガン、ライフル、ハンドガン、各種揃ってるぜ。ああ、ありがとうございます。これは大きい買い物になったんだぜ。マリサ、マリサは残りの銃をお願いね。うむ、任せてくれ。お、この装甲無痛はズームできるみたい。威力も高い上に相談数も20発ある、良さげだぜ。試しに一回撃ってみるね。銃声はそこそこだし、サプレッサーを取り付けたらいいかも。よし、取引も終わったぜ。拠点のみんなにもとてもいいお土産ができたわ。銃弾プレスとこんなに強そうな武器が買えたのは本当に嬉しいんだぜ。とりあえず拠点にゾンビが来そうだし、戻ろうか。そうでした、帰りましょう。というわけで今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。それでは、ご視聴ありがとうございました。